でそのコードの繊維はまあ長持ちして丈夫であるというところから、日本の和紙が世界中の紙製品ですとか羊皮紙、パーチメントと呼ばれるものの修理とか保存に使用されるようになりました。この和紙の場合だったら非常に弱い接着剤でも紙の繊維が絡まるような形で相手に馴染むので、非常にこの密着性が良くて、あまり強い接着剤を使わなくても貼ることができるので、あの相手にとってもまあこれはいいんだろうなというふうに思います。